今回の同窓会のお知らせ届いた？マリコ、久しぶりだね。びっくりしたよ。うん、届いたけど、どうしたの？レイカも来たいかなと思って、私が送ってあげたんだよ。そうなんだ。わざわざありがとう。今までは来なかったでしょ？それ、私が送らなくていいって言ってたからだよ。そうなの？どうしてわざわざそんなことを？レイカってさ、ド陰キャじゃん？陰キャ。それは高校時代のことだよね。今の私にはもう関係ないし、私たち大人なんだから、陰キャなんて見下すのやめてほしい。大人になったからって関係ないよ。高校時代の陰キャは一生陰キャだからね。私はずっと陽キャだし、永遠にボスだから。内定も超有名企業に決まったし、あんたとは全然違う人生を送ってるってわけ。この連絡って何のためにしてきたの？は？何が？私を見下してバカにするために連絡をしてきたんだったら、正直もう迷惑だからやめてほしいんだけど、何か要件があるなら聞きますけど。へえ、やば！めっちゃ偉そうなんですけど！あんた、自分のキャラ分かってないね。あんたはいつまで経っても地味な陰キャなの。私に何を言われても言い返すとかやめてくれる？陰キャに言い返されるとか、正直マジで無理なんですけど。一体何が言いたいの？同窓会に呼んでくれたってことは、私と話したかったり、昔のことを謝りたいのかと思ったけど。謝る？なんで？高校時代ずっと私のことバカにしてたよね。名前負けしてるって言われたのも傷ついたし、今回連絡くれたからマリコも大人になったのかと思ってた。名前負けしてるのは事実じゃん。ダサダサな見た目してるのに、レイカって、どこが麗しいんだよ。思い出しても笑えてきたわ。もう7年も経ってるのに、よくそんなこと言えるね。本当に何がしたいの？同窓会に呼びたくなかったら呼ばなきゃよかったでしょ？私は別に呼ばれなくても気にしないわよ。いつものことだって思うだけだからね。だよね。陰キャは一生友達できずに、地味な日陰で生息していくことしかできないもんね。マジでかわいそう。で、最終的に地味な男と結婚して、平凡な生活しかできないんだよ。私には絶対無理。へえ、じゃあマリコはどんな人生の予定なの？予定っていうか、もう確定だよね。あんたとは違って大手企業に内定が決まってるし、大手企業でエリート会社員と付き合って結婚するよ。上司にもイケメンがいたし、楽しみ。そうなんだ。思い通りに行くといいね。ところで、私たちの年齢だともう入社してるはずだけど、どうして今就職なの？うるさいな、てめえに関係ないだろ。ああ、ごめん。大学受からなくて一浪したんだっけ。その後、一年留年でもしたんだったかな。だから2年遅れなんだっけ？知ってるなら言うな！っていうか、てめえ誰から聞いた？みんな知ってると思うけど。てめえは友達なんていないだろうが。同級生にも友達いないくせに、何偉そうな顔して言ってきてるんだ？別に偉そうになんてしてないけど、ただ知ってる話を伝えただけ。同窓会、絶対来いよ。久しぶりにレイカのみすぼらしい顔を見たくなっちゃったわ。いいよ、行くから。私もマリコに会えるの楽しみにしてる。あんたと私が話し合うわけないけどね。ま、ちゃんとハガキに会場が書いてあったでしょ。間違わずに来てね。どうせ他に友達いないんだろうし。一緒に行く友達もいないんだからさ。田舎者のあんたは迷子になっちゃいそうじゃん。迷子になっても誰もブスは助けられないからね。失礼すぎるけど、わかったよ。迷子になることはないから大丈夫。その辺に住んでるし。え？あんたが住める場所じゃないだろうが。適当なこと言うなよ。適当なことなんて何一つ言ってないよ。むしろ適当なのはそっちでは？なんか、あんたやたらと強くなってない？昔みたいに泣いて謝るだけの方がマシなんだけど。悪いけど、人間は変わるの。大人にもなるし成長もする。誰かさんは高校時代から全く変わってないみたいだけどね。むしろ、交代してる？陰キャのくせにだる。そんなんだから友達いねえんだよ。
何とでも言ってください。マリコに私の人間性なんて決められないから。なんか無駄にイラッとしたわ。まあもうどうでもいいけど。じゃあ、同窓会楽しみにしてるね。私も楽しみにしてる。話したいこともあったし、ちょうどよかったよ。もう同窓会の会場にいる？いるけど。残念でした。そこには誰も来ません。え？どういうこと？あんたに教えたのは嘘の会場だから。なるほどね。私を見下して嘘の同窓会会場を教えてきたってこと？その通りでーす。あんたみたいな陰キャのこととか誰も覚えてないし、同窓会に来たとしても誰？ってなるよ。だからそっちで一人で楽しんで。こっちはカースト上位集団で集まるから。そうやってマウントして何が楽しいの？未だに学生時代のカーストを引きずって私にマウントしてくるなんて正直子供っぽいよ。カーストとかダサいし。はあ？なんだと？まあ、あんたみたいな奴にはわかんないノリなのかもね。カースト上位の私たちだけで盛り上がるから、底辺は来るな。あんたのことなんて誰も呼ばんし。同窓会呼ばれたと本気にしてくるとか、ウケる。そっちは誰も来ないよ。陰キャは一人で飲んでろ。じゃあ、内定取り消しとくね。え？衝撃の事実を伝えてあげようか。これを聞いたら立場逆転しちゃうだろうけど、それでも聞きたい？どうする？何が言いたいのよ、衝撃の事実って。私もマリコと同じ会社に勤めてるんだよね。は？ちなみに私はマリコの内定先会社の社長の娘なんだ。だからあんたが親のコネで入社したことも、大学時代落ちこぼれだったことも知ってるよ。待って、何？何言ってるの？何の話してるのよ。あんたが社長の娘？そうだよ。しかもうちのお父さん私のこと溺愛してるから、高校時代にあんたにされたことも知ってる。え？社長が？だからあんたを会社の入社試験で見かけた時はびっくりした。けどもうさすがに大人になったし、昔とは違って成長してるだろうから、必死で取った内定なんだったら無視すればいいと思ってた。私が入社するって知ってたんだ。知ってたけど気にしないようにしようって思ってたよ、今日まではね。え？今回のことはさすがにダメだね。大人だと思えない。わざわざ同窓会の嘘の住所を教えてくるなんて卑劣。私がここまで来る時間や労力を無駄にして、そんなことして笑い物にしようとしてくる精神がありえない。今後入社しても迷惑しかかけられなさそうだし、内定は取り消しておくね。待って、何言ってるのよ。これ全部本当に？嘘だよね。冗談か何かでしょ。こんなこと冗談で言うわけないよね。あなたみたいに人の嫌がることを平気でしたり、傷つく言葉を言ったりする人間ばかりじゃないの。私は自分の知っている事実を伝えてるだけ。じゃあ本当に社長の娘？そうです。だから泣いて取り消しておくね。お疲れ様でした。また就活頑張って。待ってよ、そんなことできるわけないでしょ。私はもうすぐ入社だったんだよ。こんなギリギリで内定取り消しなんてありえないでしょ。私を辞めさせるなんて無理。訴えてやる。勝手にどうぞ。え？うちの会社があなたの訴え一つで揺らぐような会社だと思ってる？それにあなたはクビになるわけじゃなくて、内定が取り消しになるだけ。もともとコネでの入社予定だったんだから。私の父からあなたの親に話が行くと思うわ。え？パパに？それは困るんだけど。内定取り消しよりも父親に知られる方が困るの？まあそうか。お父さんのおかげで入社決まったのに自分のせいでダメにしちゃうなんて、お父さんのメンツを潰すのと同じだもんね。マジでやばいって、本当に無理なんだけど。パパマジで怒ったら怖いからやめてください。内定取り消しになんてしないで。もううちの父に連絡したから。え？父はあなたが私の高校の同級生で、高校時代に毎日ネチネチと嫌がらせをしてきた女だとはまだ知らなかったからね。それを教えたらすぐに内定取り消しになったよ。嘘でしょ、そんなあっさりと？社長の判断で入社させようとしてたんだから、社長の判断で内定取り消しも可能です。
また一から就活、頑張ってね。コネないとどこも入れないだろうから。自分のパパに土下座でもして頼めば？ちょっと待って。本当に笑い事じゃないんだけど。なんでそこまでするの？同窓会に呼ばなかったから？こっちのセリフなんだけど。どうしてそこまでしたのよ。私にわざわざ同窓会のお知らせを送っておいて、嘘の会場を教えるなんて。会いたくないなら呼ばなきゃよかっただけでしょ？なのにわざわざ送ってきたってことは、私を笑い者にしたかっただけでは？最近、あんまりみんな、私のことボスだって思ってくれてないみたいだから、あんたを利用したら、また昔の立場を取り戻せると思ったのよ。あんたを笑い者にすることで、私すごいって思われたかった。実際はどうだった？え？周りもさすがに引いてたんじゃない？そこまですることないって言われたんじゃ。確かに言われたけど、なんでわかったのよ。マリコ、私たちもう25歳だよ。結婚して子供がいる人たちだっているし、もう高校生じゃないの。そんな子供じみたこと、まだわざわざするなんて、自分から恥をかきに行ってるようなもんだよ。そこまで言わなくても。しかもそれだけならまだしも、マリコがアンラッキーだったのは、内定先がうちの親の会社だったことだね。それは、本当に予想外すぎて焦ってる。なんとかしてください。もう二度とバカにしないから。同級生でしょ？お父さんにお願いしてよ。友達でもない、ただの他人だから無理。むしろ一緒に働きたくないナンバーワンだわ。ちなみに、あんたはいつも私は友達いないって見下してたけど、あんたはいるの？え？本当の友達は私の方が多いかもね。私は好きな仕事で収入もあって、結婚も決まってる。あんたは？仕事もなくて恋人もいない。友達もいない。親にも見放されたらこれからどうするんだろうね。まあ、せいぜい頑張ってよ。カースト上位の自称ボスさん。マリコさんはすぐに会社から連絡があり、内定は取り消し。親のコネで入社予定だったため、メンツを潰された父親がブチギレて家から勘当されたのだとか。同級生たちにも笑い者にされてメンタル崩壊してしまったマリコさんは、必死で就活と婚活を始めたんだそうですが、どちらもうまくいかず、結局フリーターになったようです。親からの支援もなくなって頼れる人は誰もいなくなり、やっと自分が友達もいない孤独な人間だと気づいたみたいですね。